る時代になってきてしまったので、この20年でも本当に劇的に変わったんですけど、だけどやっぱりそのなんて言ったらいいですかね、そういうのを、まあ、受け持つ側の、まあ、環境、まあ、インフラも整ってきて、マシンも良くなって、まあ、カートのレースも、ね、養殖化できるようになってっていうと、今のドライバーたちのレベルっていうのはものすごい高いところにあると思いますね。で、まあ、自分はその19名の、ね、ところから参加されてレーシングスクール、まあ、元自分はね、卒業したのは98年ですか、97年かまで遡るんですけど、まあ、久しぶりに参加されてレーシングスクール一緒に仕事をさせていただいて、まあ、当時はね、自分の中では一番最初に面倒見ても、まあ、岩佐歩夢選手が、まあ、4年間のね、海外での修行生活を、終えて、まあ、終えてっていう言い方おかしいんですけども、まあ、一度ここでねスーパーフォールに戻ってきて日本で活躍してさらに F1 を目指すっていうね、やっぱりその、まあ、歩夢選手だけじゃなくても本当にたくさん素晴らしい選手いるんですけども、まあ、彼らの